見た目は結構ギャルっぽいんですけど、中身はちょっとあの中途半端というか、なんかあんまりそうサークルとか入ったことなかったような、なんかこうファッションでギャルをやってたみたいな感じの人で、人とか感じのちょっと学生時代を過ごしておりまして、でもうギャルとっくに結構卒業したんですけど、まあ、うちの母がもともと歌手志望 で17の時に自己死したんですけれども、それをきっかけで今歌う、まあ、流し私やってて、何年から何歳から何歳、今25歳、うん、おかゆは25歳、何歳から何歳までギャルやったんですか？10でもね、ギャルが可愛いと思ったのが、うん、可愛いってまず思ったのがね、中学校2年生、うん、その時はまだ東京にいないでしょ、うん、いないいない、うん、で本当に東京に本格的に来たのは高校1年の時にはもうでも渋谷に遊びに来てたかな。あ、そうなの、うん、ちょこちょこ遊びには来てて、で高校2年の時はもう東京に住んでて、それはもうその時にはギャルってことですか？そうですね、日焼けサロンはめっちゃ行ってたし、髪の毛はもう真っ金髪だし、それギャルですよね。ギャルだね、やっぱり。であのいつもあの109の系の109のはちょっと買うのが高いから、その時まだね、うん、お金も全然なくて、うん、バイト3つ掛け持ちしてたんですけど、うん、高いからちょっとその109系のなんかその ショップとかで買ったりして、もうほんとこんなパッと短いもうショートパンツ履いたりとかしてたんですけど、ギャルですかねそれ。ギャル良かったです、ギャルです。ギャル評論家でございます。で渋谷のね、あの本当に街っていうのは私にとってこうだからなんかこう青春時代というか、うん、なんかそんな。それをいくつまで続けた？でもね、二十歳、写真とか見てみると、うん、でもやっぱり21、2ぐらいまでなんだかんだギャルっぽいんですよね、うん、今見ると、うんうんうん、あのファッションとか髪型とかメイクとかが、だから残ってたんでしょうけど、でもね、まあ10代ですかね、10代19ぐらいまで、うん、は長地が始めたのが21、うん、そう21、うん、なるほどね、うん、だからやっぱギャルはね、うん、かっこいいし可愛いと思ってましたね、うんうん、今もあるんですかギャルは。ギャル評論家、今はね、どうですか、今いるんですかねギャル。いますけど、うん、多分、うん、ガングロはいないでしょ。ガングロはいないですよ。おかゆの頃ももうガングロじゃなかったんだもんね。じゃなかったです ね、うん、もうだいぶナチュラル系になってきましたけど、うん、今って本当にこうナチュラルな自然な感じが流行っていて、うん、あのね、もうメイクとかもすごく薄くて、でもそれだったらギャルって分かんないでしょ。うん、だから普通の子がギャルですって言えばギャルなわけ。だからもうそうですよね、ギャルですって言っちゃったらもうそうなんだって言うしかないですね。マルキューに入るのギャル。あ、シゲさん的にはマルキューに入るのがギャル。え、じゃあ待って、私まだギャルかも。入るんだ。でも世代で言うとギャルって言ったら違くないですか、なんか。もうイメージしてギャルについて語るのか。お待ちどうさま。あ、ラーメン来ちゃった、ラーメン。ラーメン来た。なんだなんだなんすか、うちの小田原屋。え、うちの道の区小田原屋。道の区小田原屋、小田原屋ラーメン。なんすかこの美味しそうな。美味しそう。ちょっと味見して。わ、ちょっとじゃあ。いや、どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。あなた、すいません。お腹減ってるんじゃないですか、全然食べて。ありがとうございます。え、ちょっと。すいません、じゃあ、この中、しげさんからいただきました。ラーメン。すごいよな。いただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど。いっぱい入ってなるとも。おふかなこれ。おふも入ってるし、チャーシューも海苔も。海苔も卵も入ってる。いただきます。これ何？背脂も入ってんじゃん。飲んない？あ、美味しい、優しい。優しい。優しい味わい。あのね、さっぱりしてる。うん、これ醤油？醤油。うん。煮干し醤油。あ、煮干し醤油か。だからなんかこう出汁のちょっと風味が感じるんだ。あ、左利きじゃないですか。あ、そう、私ね、うん、左利きなんです。あのギターだけ右なんです。ね。なんとラーメンが出てくるとは思ってもいませんでした。
もう一個作るから大丈夫。あ、そうですか。あ、やった。麺が。え、やったって僕のですか。食べますか。あ、あ、いいですいいです。これ一緒に食べます。大丈夫です。麺も美味しい。え、しげさんこれちょっと美味しい。あの、ちょっと、マネさんお願いします。なお願いしますよ。あなたが主役なんだから。お願いします。いやいや。あの、喋ってくださいよ。ちょっと、はい。おいしい。話しなさい。ちょっと、貸しなさい。ちょっと待ってください。あ、じゃあ、お箸。お箸、すいません。お箸。あ、胡椒。はい。いやいや、ちょっと、関節キスになっちゃうじゃないですか。はい、あ、ありがとうございます。おかゆ、取り皿もらった。ちっちゃいよ。あ、じゃあ。ちっちゃいこれ。あ、こう、じゃこういうの待ってましたよ。こういうの。これじゃあお外じゃないですか。間違えた、お父だ。あ、入れてくれるんですか。おー、すごいすごい。意外に家庭的なところもあるんですね。ありますよ、ね、お魚作りますからね、お家で。あ、ウギャル時代にね。いや、お魚そう、ウギャルのおかげで本当に魚もね、作るようになった。本当にね、もうギャルには感謝してます。もうギャルがね、ミホネとエリカさんなんか知らないメンバーです、ウギャルの元。今もね、応援してくださってその姉さんたち。その二人も渋谷のギャル。ギャルだったんでね。うん、ギャル。いや、もういいですよ、もういいですよ。あの、もうチャーシューも食べますか。食べます、食べます。ちょ、お腹減ってるんですよ、ずっと。そう、ほら、お昼ご飯しか食べてないんですけどね。あ、そうですね。煮干しとね、キャベツで取ってるんです。はい、すごい。しげさん、これ、あの、何時から仕込みでしたんですか、これ。仕込みじゃないね。俺も、あの、うん、あの、SNS で、うん、ラーメン屋食いまくって悪口ばっかり言ってたから、うん、それじゃまずいなと思って作り出したらそれでハマっちゃって。あ、そうだったんだ。なんだ、俺の方がうまいじゃんって話になっちゃう。それで一品だけ、うん、いろんなもん作ったよ。あの、ミルクラーメンとか。何ミルクラーメン、それも興味あるぞ。トマトラーメン、美味しいこれ、うん、いろんなもん作ったんだけど、もうそれ、うん、もう一品だけ。あ、そうなんですね。いや、美味しいっす。もう、え、ここ、しげさんのこの店って、うん、ラーメンだけメニューは。いやいや、いろいろあったんだけど、なんでもうまいんだけど、うん、他にもなんかいろいろやってるんですか。変な、あの、嫌な客食わしたくないのよ。面白すぎる。最高でしょ。そうなんだよね。そうそう、香りに吸れちゃうから、ね、そうか、そっか。いや、美味しいでしょ。美味しい。何これ。美味しいですよね。本当に美味しい。もう、染みてくる。ラーメンにちなんだ曲。なんかね、優しくて、なんか懐かしくって、嬉しい。しげさんのラーメン。うん、美味しい。なんか、うん。よかった、今日、しげさんのラーメン食べれて。しげさんのラーメン、シゲさん、すいません、なんか歌ってください。食べてばっかりいない。ちょっと待ってください。今何ですか。いい歌ですね。これ何ですか。何て曲。シゲさんのラーメンっていう。これ作りましょう。あ、絶対。シゲさんのラーメンっていう歌作りますか。うん。作りましょう。ずっとマイナーでいいですか。うん、ずっとマイナーで、A マイナーか E マイナーでお願いします。E マイナーにしました、今ね。はい、E マイナーにしました。しげさんのラーメン、美味しいのは当たり前だけど、心がこもっていて。泣くなよ。いや、俺じゃないんだから。ちょっと歌ってくださいよ。ちょっとあの、ね、あのちょっと、マンデルさんへの流しの依頼は受け付けておりません。俺流しじゃない。ちょっと仕事ちょっと全部持ってかれちゃうんですけど、これマンデルさんに。どうしよう。ダックってばっかりいるからさ、うん、俺変わるよ。分かりました。何か歌ってくださいね。はい、あ、本業が歌います。じゃあしげさんの歌を僕は今歌ったので、うん、何か歌ってください。
ラーメンにまつわる。ラーメンだけじゃなくて。そんなレパートリーないです。ラーメンの歌ってないね。ラーメンの歌ってないですね。今まで、ね。なんかありますか、ラーメンの歌。ラーメンの歌あります？カレーライスって歌あったけどね。あ、ちょっと知らないでしょ。知らない。ケンジか。うん。出てくる？ちょっと待って待って。カレーライス。あ、ちょっと待って、それ知りたい知りたい。あるよ。コード出てくるの。そうか、じゃあマンテルさんがご飯を食べてる間に何かやりましょうかね。いいね。うん。やって。よっ、流し。ちょっとね、今しげさんのラーメン食べて、今ちょっとセンチメンタルな気持ちにもちょっとなったから、せっかくだから私がね、流しで今までこの丸3年やって一番リクエストが多かった曲やりましょうか、うん、いいね。ひさめ。おお、いいね。日野美香さん、加山明夫さんね。もうちょっと汁飲んでいい、うん、飲ませてください。飲ませてください、もう少し。今夜は帰らない、帰りたくない。誰が待つというの、あの部屋で。そうよ、誰もいないわ今では。歌わないでください、その歌は。別れたあの人を思い出すから。飲めばやけに涙もろくなる。こんな私許してください。外は冬の雨、まだ止まぬこの胸を濡らすように。傘がないわけじゃないけれど、帰りたくない。もっと酔うほどに飲んで、あの人を忘れたいから。忘れたいから。うん、ありがとうございます。飲ませて。いいね。ここはね、うん、